はい、エルカチャンネルのショーです。ずっと乗ってたムーブが壊れまして数日が経ちました。台車の方には少し慣れてはきたんですけど、いろんなところが壊ってきてます。同じ軽自動車ではあるんですけど、全然装備が違うので、もうやっとこさって感じですね。エンジンのかけ方にしても鍵を回すんではなくプッシュボタンだし、信号で止まるたんびにアイドリングストップするし、大した違いはないんですけど、今までとはやっぱり全然違いますね。エルちゃん、昨日ですね、車屋さんから電話がありまして、今後なんですけどエンジンを乗せ替えるのか車を買い替えるのかっていう二択だったんですけど、まあエンジン乗せ替えまでしてなくてもいいかなと、そっちの方が高くつくんじゃないかなと思いまして、車を買い替えることに決めました。まあと言ってもどうなるかはまだ全然わかんないんですけど、とりあえず買い替える方で進めていきたいと思います。エルちゃん、で今日はですね、ムーブの中にいろいろと小物を乗せてたので、それを車屋さんの方に取りに行きたいと思います。でそこでですね、今後の話を進めていけたらいいなと思っているところです。はい、今戻ってきました。ムーブの中にあった荷物はある程度取ってきました。取り付けていたミラー型のドライブレコーダーとレーダー探知機に関しては車屋さんの方で外してくれるってことになりましたので、そちらの方はお願いしてきました。買い替える車なんですけど、本当どうしようかなと思ってて、ただ乗ったことない車がいいなと思ったので、ちょっとわがままを言ってお願いしてきました。で今後なんですけど、今レンタカーに乗ってるんですけど、もうしばらくはこちらに乗ることになりました。スズキのハスラーですね、今現行のやつですね、これをレンタカーとして乗ってるんですけど、最初のやつに比べたら結構男性向けかなって感じなんで、かっこいいなと思ってるんですけどね。とりあえずこれにあと10日ぐらいは乗ることになりました。車屋さんに行った時に台車の方もお願いしたんですけど、ちょっと間に合わないってことで、レンタカーが借りれる間中には台車用意してくれるってことで話をしてきました。なのでしばらくはレンタカーと台車生活ですね。まあなんか昔に戻った感じがして、ちょっと楽しいのは楽しいです。ということで気づいたらですね、車が壊れてから1ヶ月経ってしまいました。未だ台車生活なんですけど、車屋さんにわがまま言って、俺が乗りたい車をですねお願いしたんですよ。全然連絡がないので難しいのかなと思います。どこかで妥協した方がいいのかなとは思うんですけど、理由はどうあれ車を乗り換えるんで、乗りたい車に乗りたいじゃないですか。言える状況ではないんですけどね。もしかして今乗ってる台車がこのまんま俺の車になる可能性がマジか。エルちゃん、ということで今回の動画はここまでです。次回も見てください。俺にかかってこい。